我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は先週に引き続き声優の神谷明さんです。今週はですね、神谷さんのプライベートでの怖い話、しかもですね、神谷さんもしかしたらいなかったのかもしれないというお話からですね、シリアスからコミカルな演技まで、どうなってるのと言われるような神谷さんの声色ですが、それが誕生した、裏話といいますかね、きっかけになったお話も伺いました。そして北斗の拳の現場の話、めっちゃおもろかったですねそんなことやってたんだっていうのを、聞かせてもらいました。今週ももうここでしか聞けないような話をたくさん喋ってもらいましてね、大満足でございます。はい、さあ番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日で、感想などどんどん投稿してください。それではお聞きください。どうぞ。はい、先週に引き続きまして今夜も神谷明さんと恐怖について語らいます。神谷さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。あの先週はね、はい、もちろん声優になったきっかけから、まさかの北斗の剣を、はい、剣の方やと思ってたとかね、そう伺いましたけども、怖いですね。はい、まだまだその今度はプライベートのお話で。そうなんですよ、大きいのから、はい、ちっちゃいのまであるんですけど、はい、まずちっちゃいのから言うと、はい、そうですね、海外旅行に行きまして、はい、で家に帰ってきたら、あのドアが、はい、ドアの厚さ分だけ開いて鍵もかかってなかったんですよ。1週間ぐらい行って怖いこれマンションだったからよかったんですけど、あのもちろんキーロック付きの、はいはいはい、でご近所の方もよく知ってるんですけど、別にその人のうちのことを、気にするような住んでらっしゃる方もいらっしゃらなかったんで、はい、よかったんですけど、空いてるからね、神谷さんご自宅いらっしゃるのかなって思って言われてたかもしれないですよね。それはもうだったらよかったんですけど、本当怖かったですね。帰ってきた時怖いですね、はい、それを知った時に怖くなりました。怖いですね。いや、それで、その後また海外旅行に行った時に、はい、羽田空港であれ今日閉めてきたかなって急にそうですね、恐ろしくなって、前科がありますからね、はい、はい、知り合いに電話をして、はい、だちょうどそばに行ってくれて、お見に行ってくれよって言って、おなんかかっこいい待ってましたよって言われて、はい、よかったんですけど、あ、よかったいや、それは普通に危ないですよ、気をつけて。危ないですね、結構慌てんぼなんで、うん、慌てんぼ、はい、それともう事件なんですよ、僕にとっては。事件、はい。大昔の羽田空港なんですね。大昔の羽田空港、はい。はい、それで、お盆の時期に、車で行っちゃったんですよ、はい、止められると思って。はい、それで、駐車場っていうか、羽田空港に向かう芝生の、いわゆる歩行者用の歩道のさらに奥に車がいっぱい止まってたんでおかしいなと思って、はい、うん、それで駐車場に行ったら案の定こうぐるぐる巻きで車が待ってるんですね。で余裕は持っていったので時間的には余裕があったんですけど、はい、もうこれで絶対無理だと判断して、はい、それで、いや飛行機ですか、どうしようと思ったんですね。はい、待ってくれないですからね、飛行機ね。はい、はい、それで僕自身は、空港
の近くのことはよく知ってて、まあ、その少し離れた蒲田っていうところに住んでいたことがあるもんですから、はい、蒲田、はい、そっちに向かえば大丈夫だっていうんで、はい、まず向かって、はい、それで車止めて考えたんですよ、はい、こういう時に助けてくれるところはないか、はい、人助けをしてくれるところはないか、はあ、人助け、はい、考えたんですよ、はい、そしたら思いついたのが、うん、教会かお寺だと思ったの、はい、それで近所のガソリンスタンド行って、はい、教会とかお寺とかありませんかって言ったら、はい、少し離れた川崎大師の名前がついた大師橋っていうのがあるんですけど、はい、その際にお寺があるから行ってみなって言われて、はい、で行ったんですよ、はい、で玄関開けて、すいません車を止めさせていただけませんかって言ったら、いやー下法事がありましてね、止めさせてあげられないんですよ、ああ隣の神社に聞いてみたらいかがですか。神社出てきた、はい、偶然隣に神社あったんですよ、はい、羽田神社って言うんですけど、羽田神社で僕、はい、そこに行ってお話しましたが、はい、ああ、じゃあ岡村殿の前に、止めておいていいですよっていうことで、はい、難を逃れ、およかったで空港まではそば、はい、の国道の、うん、ところで車ヒッチハイクして、ヒッチハイク乗っけてってもらいましたいや結構信号で止まっていたんで事情を説明して、いやすごいな、まあね、15分とはいえ全然違った方向に行くんですけど親切な方がいらっしゃいました。いやでもこれはもう神谷さんでしかできないことですよね、それがね、はい、こういうことをもう二度とやらないと思うじゃないですか、はい、ところが2年後に、2年後お盆で、はい、で前のことがあったからすんごく時間を空けて、要するに余裕を持って、あそうですよね、はい、行ったんですよ、はい、それで一応ぐるっと回ってたけど、うん、まあ入れるだろうっていうんで、まだ、はい、待ってたんですけど、はい、あと数十メートルっていうところで時間切れなんですよ、もうこれ以上待ってると、あその間に合わない、神社にも行けないっていう感じで神社にも行けない、それでもう当然神社に向かいました前のことがありますからね、はい、そうしたら、はい、おみこしとか出汁が出てるんですよお祭りじゃん、お祭りなんですよと思って、はい、それでも、まあ、向かって行ったらもう当然その周り人もいっぱいですし、いやそうですね、はい、と思ってその一番最初にお話しした隣のお寺に行ったんですよ、あ逆ですね、だから前回とは逆のお寺に行った、そうなんですよ、はい、そしたら、あじゃあ裏のお墓のところに泊めてくださいって言うんでお墓に2晩ぐらい泊めていただきましてでも取りに行ったとき怖かったですよ、取りに行くとき怖かった、夜だったから、うん、いやーこれはね怖かったですね、夜のお墓は神谷さん怖いんですか。怖いですよ、怖いですか。やっぱり気分のいいところではないので。そうですね、夜に行くのはまたね、はい、はい、でも取りに行かなきゃいけなかったんで、ただそうそうお墓の中を突っ切るんじゃなくて、はい、裏の出口があって、うん、まあお墓に隣接してるんですけど、はい、でも隣接してますからもちろん目には、墓石たちがもう入ってくるわけで、はい、怖かったですね。はい、でも法事じゃなくてよかったですね、そのお寺が。そうなんです、はい、断られなくてよかったです。そうだからどちらかは行けるようになってるんですね、はい、なんかでももうそこからはなんぼ僕でも行ってませんいやそうですね、はい、もう奇跡の連続ですもんね、それは。
とまだまだあって、はい、あの子供の頃小学校の6年生ぐらいの時なんですけど、神谷さんの小学6年生、はい、うん、近くの中学校に、はい、あのため池があったんですよ。それもあのプールでいうと、うん、6個ぐらい、もっとかな、何しろ大きいんですよ。大きいですね、はい、でそのため池に、建築用の丸太ってありますよね、はいはい、あれを、その適当ないかだぐらいの長さのが3本、はい、ワイヤーでくくられていかだのようなものがあったんですよ。お、はいはいはい、で友達とそれに乗って、うん、絶対ダメなのに、いや危ない危ない、漕ぐ道具もないですから多分手で漕いで行ったんだと思うんですけど、怖い怖い、それで座って、もちろん乗っていたんですけど、はい、寄せばいいのに僕立っちゃったんですよね。はい、いや怖い怖い。それでバランス崩して落ちて、落ちたんですね、はい、はい、それで2回か3回浮き上がって最後、はい、手だけ出したかなっていう時に掴まれたんですよ。掴まれた。それで助けてもらって、あ、よかった、友達に。めちゃくちゃ危ないじゃないですか、はい、これ本当に危なかったですよ。九死に一生じゃないですか、はい、それでその後のことって詳しくは覚えてないんですけど、はい、びしょ濡れで、夕方だったんですね、はい、でうち の、 母親が夕方から、うん、飲食店に仕事に出てましたもんですから、はい、誰もいなかったからよかったんですね。誰もいなかったからよかった。いや、バレなかったですよね。バレてないんですか。それが本当にバレなかったかどうかっていう記憶がないのね。どうやって洗濯したんだろうとか、濡れたままで、はい、曲がりしてて2階だったんですけど、うん、はい、大家さんの住んでるところをどうやって上手にすり抜けてその水跡を消したんだろうとか。いやいやいや、もう記憶には残ってないってことなんですね。それが残ってて欲しかったんですけど、ただ、うん、助けてくれたのが、はい、伊藤君という男の子で、伊藤君、はい、ところが伊藤君は、うん、その築地の方の、うん、のり問屋さんの息子さんで、うん、はい、当時奥さんとその旦さん揉めてまして、で、はい、お母さんが男の子2人連れて僕の近所に、はい、住まわれていたんですよ。あ、はははは。で、越しちゃったもんですから、はい、たどりようがなくて、あ、伊藤という名前と、はい、築地の海苔店っていうだけで、はい、まあ、これテレビとかだったら探してくれる、うん、探偵ナイトスクープに頼もう。いや、そうですね。探偵ナイトスクープに頼んでほしいな。その方存命でも、はい、僕が77で、年格好同じなんで、はい、どうされているかね。うわー、でもその伊藤くんがいなかったら、あ、僕多分死んでた。いや、こう命の恩人。それはだから今回のこのお話いただいて、はい、いろいろ見つけているうちにこれが一番怖い。いや、神谷さんもういなかったかもしれないじゃないですか。そうなんですよ。伊藤くんがいなければ、うん、伊藤くんのおかげで僕は生きながらえて伊藤くんのおかげで、じゃあケンシロウも筋肉マンもできたんですね。サイバリオも、はい、声で僕ら見れたわけなんですね、うん、そう。それでね、はい、そろそろ僕、はい、免許を返上しようと思ってるんですよ。あ、免許返納ですか、はい、でどういうことかっていうと、はい、その前取った時は、はい、よく友人たちと旅行に行くんですけど、うん、まあ、東京を出るのが大変なんで、はい、現地に行ってレンタカーを借りるという、うんうんうん、スケジュールなんですね、はい、で友人が全部やってくれてるんですけど、はい、万が一運転できなくなった時に、うん、僕が無免許で運転するわけにはいかない、うんうんうん、そういう理由で前回通ったんですよ。はははは。ところが全然乗ってないしそういうこともないし、はい、
それと僕自動車大好きだったんですよ、運転するのは、はい、ところが、6、7年前に、信号で停車してまして、はい、でサイドブレーキ引いて、はい、で、そろそろ信号変わるから発進の準備をしようと思って、はい、ブレーキ踏んで、サイドブレーキを下ろそうとしたんですね、はい、そしたらうんって車が前に行ったんですよ。え、であれと思って、まだサイドが引かれてるから、はい、要するにちょっとこう行く素振りを見せたっていう感じで、うんうん、はい、あれブレーキ踏んだのに何と思って、ブレーキとアクセルの踏み間違いに気づいたのがやっぱり5秒10秒かかるんですよ。はい、はい、それがあってから運転やめました。はい、世の中にいろいろそういう事故も当時も起こってたもんですから、はい、そうなんです。だからもうそこからほぼ僕運転はしてないんですね、はい、で友達に代わって運転することもないし、うん、うん、もう返上しようと、返納しようと。うん、うわ、でもそれはでもね、寂しいですけれども、なんかだけど、うん、いいきっかけになりました。これが走行中だったらと思ったら、そうですね、そう考えたら気がつかないと思うんですよ、はい、止まってる状態で、え、うん、何が起こったんだって、それを理解するまでに5秒10秒かかってるわけですから、はい、あ、そうかって。いや、でもなんか警告のような気もしますね。なんかそのこんだけいろいろある神谷さんだったら、だから怖い話いっぱい探して、いや怖い、うん、もうなんていうのかな、はい、あるもんだなって。いや、ありますね、はい、なんかこう、ね、いろんな角度からの怖さですよ、はい、今お聞きした話は。そうなんです。だって先週の話の続きみたいになっちゃうんだけど、はい、芝居下手でしたよ、恐ろしいほど。そうなんですか。いやいや、うん、だから、はい、もうみんな羨ましくて、で、はい、この芝居が下手くそだっていうのを自覚 しなくなったのが、はい、筋肉マンの頃です。だから初めて12年ぐらいは、はい、自分の作品見るのが怖くて、下手なんで。そうなんですか。そうなんですよ。だけど、うん、いや、楽しくなくはなかったんです。はい。でも、うまくできたと思って見ると、すっごい下手で。うん。そういうことって結構あって。はい。うん。じゃあ、筋肉マンの時が おいくつぐらいになるんですか ?37。37。はい、37、はい、その前にうるせえやつらで面堂くんやってて、はいはい、面堂、はいはい、で少しずつ自信がお芝居にも、それからちょっと暗いよ怖いよ狭いよ怖いよとかやってたのが、はい、楽しくて、あーはーはー、うん、少しギャグできるかなみたいな感じで。ああ、 そのコミカルの役の一番最初というか、まあよくやり始めたのが面倒。そうなんですよ、面倒修太郎。でも、はい、あれも例えば、うん、あ、お嬢さん肩に埃が、あ、僕はこの埃になりたいって言うと、釣り金がガーンってきて、うわー、暗いよ怖いよ狭いよっていうのをやって、贅沢。これが、はい、美男子に受け入れられて、あ、怖いものはなくなりました。あ、でもそれって神谷さんがその声色を使わなければ違う面倒になってたわけですもんね。はい、はい、そうだと思います。漫画を読んでただけだったら違う声で変換されてたでしょうし、うん、そうですね。そこを思い切れたってのは 何がきっかけかなんかあったんですか。やってみちゃえみたいな感じですね。やってみ、うん、ダメだって言われたらやめよう。あ、ははははそれで、だから要するにもうダミ声筋肉マンみたいな、はい、ダミ声に近い感じでぶっちゃけちゃおうと思って、はいはい、はあ、うん、破けちゃえですよね。破けちゃえ壊れちゃえっていうか。すごい。でもそれ、そこに至るまではやっぱり
自分のご自身の演技になんか自信ないなっていうのがずっと続いてたっていう、うん、15年、やっぱりこうなんていうのかな、高望みをしてたんじゃないかと思うんですけど、はい、だって皆さんはいいって言ってくれてるんだから自分で受け入れればいいと思うんですけど、うんうん、そういう余裕もなかったんですね。だからその下手くそだって思ってる自分がちゃんと自分の芝居を見られていたかどうかの自信も今となってはないですもんね。勝手に思ってたのかもしれないし、そうか、はいはいはい、うん、でもその自分ご自身で思ってたことが、まあ、この、はい、その破っちゃえになるというか、コミカルな思い切った演技を生み出すきっかけにもなったっていうことですか、ね、はい、ですから、キニクマンも、いくつも顔があるじゃないですか。はい、もうシリアスな、はい、まあ、もういれば、はい、おなら声で、そうそう、空を飛ぶし。だから、一番最初にミート君が迎えに来た時に、うん、牛丼食べててみんなで、はい、で王子って言われて、はい、わしは王子でも八王子でもない、わいは全日本牛丼愛好会の会長じゃとか言ってる時に、あ、もうあそこでその声使ってたんです。いや、すげえすげえ生で、うん、だからその手の突っ張りはいらんですよってもう想像もできないですか。いや、そうそうね、うん、それでも絵がそうなってるわけですよ、漫画が。はあ、はいはいはい、だったらいいや、もう繋がんないけどいやいやと思って、繋がんないけどいいやで、そう、もうその前に、はい、壊れてやれとか破けちゃえとか思った自分と同じ自分が、うんうん、やっちゃえやっちゃえみたいな感じで、すごい、だからもうかっこいいとこ思いっきりかっこよく、強いところはかっこいいぐらい、もうものこれ以上強いやついないってぐらい強くやってましたもんね、うんうん、いや、それが子供心にやっぱね、え、面白いヒーローっていうのがすげえ、うん、かっこよくて逆にというか、はいはい、だから違和感なく受け入れてもらえて、うん、さらに役を育てることができて、はい、いや、だからまあ筋肉マンを特に見ててくれた皆さんには、うんうん、もう感謝しかないですね。いやー、すごい、いや、その話を今お聞きできるのがすごい幸せですけどね。いや、ありがとうございます。筋肉マンがあって、うん、まあ、面堂くんもあって、はい、でケンシロウもあるわけじゃないですか、はい、うんうん、でその後にサイバー寮になるわけですよね。そうです、そうです。だから順序としては面堂、筋肉マン、ケンシロウ、サイバー寮。わ、すごい。だからもう全部の要素が、うん、だから逆に言うとその3つを見た人が、はい、あいつはどうなってんだって言われました。いや、ほんまそうですよね。でもそのぐらい言われてもおかしくない、確かに出来栄えではあったかな。あ、いや、もうだからイメージが、はい、つかなかったんですよ。あ、うん、だ、まこさんなら例えば、うん、悟空というイメージがもしつくとすれば、はい、まあ、昔で言うと宇宙戦艦ヤマト富山圭さんっていう、あ、はいはい、そういうイメージのつけられ方をしなかったですね。そうですね、はい、むしろいろんな声ができるのが神谷さんみたいな、うん、そう。だからもうどうなってるんだっていうようなね、どうな感じだと思いますね。どうなってるののパイオニアっていうのもすごいですね。あ、そうですね。わ、そう。だからこれから例えば筋肉マンをやる宮野くんなんかには、はい、その作品そのものの縛りがあってあんまりギャグがないと辛いと思うんですけど、うんうんうん、でもそういう場面があったら思いっきり弾けてほしいと思ってますね。いや、そう、いや、宮野さんの筋肉マンも楽しみですね。でもそう、はい、楽しみです。もう僕も大好きな若手声優なんて、はいはいはい、わ、どうなるんだろうな。いやー、でもそんな話聞けるのはすごいめちゃくちゃ嬉しい。いやいや、なんかもうせっかくだから、はい、いっぱい話を聞いていただこうと思って。いや、はい、いや、嬉しいな。ケンシロウはどうだったんですか、はい、ケンシロウの演技をするときは
こうしようみたいなのがあったんですか？うん、とにかく低音がベースの人で、まあ、掛け声は別として、はい、だからいわゆるお芝居で使える音域っていうんですか、はい、が狭いんですよ。あ、ずっと低いですもんね、うん、だからこそ的確な演技を要求されたので、はい、しっかりしたお芝居をやろうと思ってやってましたね。でもシリアスなケンシロウがあたたたたたって高音になるわけじゃないですか。そうそう、あれはもうスタジオに行って、はい、第1話の収録の時に、はい、決めたんじゃないかなって記憶してるんですけど、ほうほうほう、やっぱりイメージがブルース・リーってありますよね。ブルース・リー、はい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 、うん、立ち方とか、なもんですから、うんうん、じゃあ裏声でケンシロウの方が体が大きいから強く出そうと思って、ほうほうほう、でやりました。ブルース・リーより体が大きいから、だからブルース・リーはジャウォーみたいな感じだけど、えっちゃーっていう感じですごいこう大きい。あ、そうやって生まれたんだ。はい、じゃあ面白いな。だからあったとかあとだけじゃ終わっちゃうから、はい、破れるという字に下駄の立って、あの漢字で作ったりしてたんですよ。強そうに言えるかなって。で、はた。はたとかやってましたね。はた。はたって書いて、はた。そうです。だから、おいてという字に、アジアの「あ」に、うん、人弁に、おいって書いて、おあたとか書いてました、ね。はい、それをもう書いて、ご自身で読んでたって。カタカナを、はい、わざわざ漢字に置き換えて、すごい、はあはあ、うん、それで終わったがあれ終わったに似てるぞと思って、ああ、で言ってみたら終わったってなって、でじゃあ一番最後に、はい、一番強いやつをやっつけるときに使おうっていうんで終わったが一番最後だから、終わっで、そう、今日の叫びも終わりみたいな感じで、それすごいな。終わったっていうのは終わったなんですね。そうそう、終わったみたいな感じで、すげえ、終わったっていうことなんだ。うん、だからまあもちろんそれはバレないようにはやってましたけど、はい、すごいですね、そうやって、うん、でもそうやってまあ工夫することでより、はい、その独特なケンシロウが生まれたわけなんです ね、うん、だからやられ役の人も、はい、千葉茂さんを中心に千葉さん毎週、はい、なんで死ぬとか言って、うん、どうやって死のうかと か、 か言葉考えてました。それ漢字を当てはめたり、そのいや彼らの場合は、はい、ギャグ的なことをいかにそう聞かせないか、だからレバニラ炒め一丁で死ぬとか、どうやってだから、あっ、キャーってやると、ビャッ、ビャッ、ビ死ぬんですよ。分かんないように。いい話だな、これ、はい、だから、やる方もやられる方も楽しみながら。そんなことが繰り広げられてたんですね、現場では。いやー、だから、その楽しそうでやられる方が。多分一回ぐらいは混ぜてもらったと思うんですけど、はい、神谷さんも混ぜてもらった、うん、しょっちゅうやるわけにいかないし、そうなんですよ。すげえ話だなそれ。いや楽しい現場でした。楽しそうですね、うん、ラオウの宇都宮健二さんは、はい、ラオウだ、のりまきせんべいさんですから、もともとそうか、むちゃくちゃ楽しい人なんです。ラオウとのりまきせんべいはそうか、宇都宮さんだ、同じ方です、はい、はあ、そうか、はい、それで、はい、僕ら一番奥のスタジオで待ってると、はい、宇都宮さん来るんですけど、はい、もう笑い声とともにこうやってくる感じが歩くエレクトリカルパレードつってあ、宇都宮さん来たぞみたいな、もうそんな感じでした。ラオウ、ラオウがそうです。でまあ、スタジオの雰囲気を
明るくする、それから自分のテンションを上げるっていうんで、うん、もう楽しませてくれていました。はい、ラオウが楽しませていたんですね。そうなんですよ。それで時々泣くんですよ、カラスの声で。えあーとか言いながらそれは、はい、よく考えたらあの裏声の喉のチェックなんです。はあ、はい、裏声であのうんうんうんってやるんですけど、はい、僕この声普通なんですね、はい、でこれがこうかすれるようになると、次の日、かなりやばい。それで、って声が出ないと、うん、もう次の日声出ない。うわ、セルフチェックでされてるわけなんですか。これ、内海さんはカラスだったんですけど、はい、キン肉マンのアナウンサーとかやってた戸谷浩二さんとかは、うんうんってやってました。何やってんのって聞いたら、実は調子見てるんだって教えてもらって、とってもいい方法なんで、あくる日大事な仕事があるときは、ま、前の日にそれチェックして、あの調子悪いようだったら念入りにうがいをしたりとかして、うん、コンディション整えてます。すごい、やっぱなんかもうアスリートみたいですね、本当に。あ、本当ですね。はい、はい、これでだから結構そういう意味では、皆さんベテランになるとボイストレーナーにかかったりされてます、はい、いやすごいな、貴重な話をいっぱい聞かせてもらってるな。じゃあすみません、最後になっちゃうんですけれども、はい、毎回ゲストの方に聞いてるんですけれども、神谷さんにもお聞きしたいのがですね、神谷さんにとって、はい、まあ、一番怖いものこれは何でしょうかという質問なんですが、声が出なくなることですね。そうですよね。はいはいはい。水木一郎さんが、はい、やっぱり声を出すことが困難になる病気になられて、うん、はい、で本当に苦しんでらっしゃる姿を見て、うんうん、もう辛かったです。はあ、はい。その時にやっぱり何が怖いかって、うん、これが一番怖いと思いました。声が出なくなるか。はい、いやそうです。で、お亡くなりになる、はい、少し前からは、うん、逆にいい声は出てらっしゃいました。だからある時期とってもこう辛い時期があって、はい、お仕事一緒になったりしたんですけど、はい、うん、見てて辛かったですね。あ、でもその声が出るようにはなったんですね。はい、最後は出てらっしゃいました。はい。いや、そうか。それってでも本当に、ね、その先ほどのセルフチェックの話もそうですけど、はい、やっぱいつね訪れるかわからない恐怖ですね。そうですね。それいわゆる年齢的なものと同じように喉も衰えると思いますし、はい、うん、まあでもそうなったら。できる仕事をやって無理をしないというふうには思っています。あ、うん、いやでもそうですね。いや声がもう僕らは神谷さんの声だったりいろんな方の声優さんの声がインプットされているから、はい、それが聞けなくなる寂しさっていうのはこちらとしても怖いですね。いやありがとうございます。だからできるだけ、うん、無理をしないで、はい、長く元気をね続けたいなと思ってます。いやーちょっとまだまだ楽しませてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやありがとうございます、神谷さん。ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かったです。長々とおしゃべりをさせていただきました。なかなか楽しかったです。なかなか聞けるね機会のないお話をたくさん聞かせていただいて、ね、はい、ありがとうございます。これだけ長くしゃべることってないですもんね。いやー嬉しかったな、うん、貴重なでしたね。ありがとうございます。はいはい、ぜひまた、はい、谷さんもこれからも頑張って、ありがとうございます。ください、応援しておりますので、はい、ありがとうございます。美穂ともどもどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。本日のゲストは2週にわたり、お越しいただきました神谷明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。いやいっぱい喋ってくれましたね。これめちゃくちゃ貴重な話だったんじゃないですかね。
いや面白かったな。でもやっぱ声がやっぱ素晴らしいですね。ちょっとやっぱ感動しますね。この幼少期のなんか思い出が蘇ってくるような、名台詞もたくさん喋ってくれてね、ありがたかったですね。さあ来週は一体どんなゲストが登場するんでしょうか。恐怖の感性を磨いて皆さんはお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版。どうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してください。それでは松原谷氏の興味津々、今宵はここまでです。皆様どうかお元気で。さようなら。終わった。